こんにちは、はるです。今回はイント関数をやっていきましょう。イント関数とは数値の小数部分を切り捨てて整数にしてくれる関数になります。この切り捨てをしてくれる関数は他に以前の動画でご紹介したラウンドダウン関数やトランク関数がありました。ラウンドダウンやトランクは桁数を指定すれば小数点以下でもまた10の位や100の位などこちらが指定した桁数で切り捨てができましたが、今回のイント関数は必ず小数部分だけを切り捨てるという点と、もう一つラウンドダウン関数やトランク関数と結果が異なる部分があるので順にご紹介していきましょう。サンプルデータはとある商品が4つ購入された代わりに2つ返品された場合に、その数量と税抜き価格、そして消費税をかけて税込み価格が総計でいくつになっていくかというのを求めていきたいと思います。早速入力していきましょう。イコール C3×D3× 消費税の 1.1、 こちらは 110% でも結構です。こうすると 23,465 という数字が出ました。これ実は小数点以下の数字が存在しているんですね。同じように商品 B 返品されてしまった分にも数式を入力していきましょう。このような結果が返されました。参考までにラウンド関数やトランク関数で桁数0で指定した場合の切り捨てた結果の値も記載させていただいてます。それぞれ小数点部分はなくなっていますね。さて、 E 列ではイント関数を使ってどのような結果になるかというのを見ていきたいと思います。入力内容は至ってシンプルです。イント括弧の中には数値を入力します。なので先ほどのように C3 セル ×D5 セル ×1.1 と入力して括弧で閉じたら Enter ですね。これを反映していきましょう。正の値である商品 A は G 列のラウンドダウン関数を使った場合と同じ結果が求められましたが、返品された商品 B の場合は結果が1円異なっています。なぜかというと、ラウンドダウン関数やトランク関数が小数点以下を切り捨てるのに対してイント関数はとにかく指定した数値よりも1段低い整数を返す役目があります。なので -17,749.2 という数字は小数点以下だけが切り捨てられるわけではなくて、そこからさらに約1円低い -17,750 という結果がイント関数を使うと求められるんですね。以上のことから、イント関数は桁数を指定して切り捨てるラウンドダウン関数やトランク関数と違って、とにかく小数点以下を切り捨てて整数にしてくれる点と、さらに単純に小数点を切り捨てるだけではなくて、特に負の値の場合は指定した数値よりもより小さい整数に切り捨てる傾向があります。この切り捨てを行う作業、実際の業務の中では特に税務処理や経費担当されている方、税込み計算で発生した端数の処理は四捨五入、切り上げ、切り捨て、どのような処理をするかは事業者に一任されていますが、この解約や返品のようにマイナスが発生した場合は、双方に不利益が生じないようにラウンドダウン関数やイント関数を使い分けながらぜひ実践してみていただければと思います。本日の講座は以上です。